ごご覧いいただきありがとうございます現地5月9日からのサンディエゴ・パドレスとの3連戦シリーズをアメリカンリーグ中地区首位で迎えたミネソタツインズチームの調子は上々ですがオフに大型の再契約に至ったカルロス・コレアはこのシリーズを前に31試合に出場し打率1割9分3厘ホームランは5本打っているものの OPS649 と調子が上がっていません 昨シーズンはシーズン通算で136試合に出場、打率2割9分1輪ホームラン22本、OPS834、w ォー5 5とし、同じ開幕から31試合の時点でも打率2割7分5輪 OPS736 としていただけに、今シーズンのスロースタート、数字の物足りなさが目を引きます。そしてパドレスとのシリーズ初戦も7回まで3打数ノーヒット、それでもチームがパドレスに1対3とリードされて迎えた7回裏。 ツーアウトランナー一塁二塁のチャンスで4打席目が回ってきます長打が出れば同点の場面期待は高まりますが結果は三球三振これにはホームミネソタのファンも我慢の限界かコレアに対してブーイングを浴びせますそして1対6とリードを広げられて迎えた9回裏ツーアウトで回ってきた第5打席はセカンドゴロで試合終了最後のバッターとなったコレア ここでもホームのファンからのブーイングを受けていました過去2シーズンアストロズ時代のサイン盗みスキャンダルのためにヤンキースタジアムドジャースタジアムをはじめとするアウェイのスタジアムでは容赦ないブーイングを受けてきたコレアそのイカサマ批判に関しては今シーズンも先日5月9日に対戦したホワイトソックスのリリーフキーナン・ミドルトンがコレアを三振に取って試合を締めた後リポーターに対しコレアと対戦することは分かっていた 俺はあいつが嫌いなんだ。だから三振にとったのはクールだね。とし、さらに、たまんないね。本当に楽しいんだよ。やつはイカさま野郎だから。と語るなど、いまだに収まっていません。それでも、これを翌日に伝え聞いたこれは、まあ、もっとひどいことを言われてきたからだな。と、意に介さず取り合わず、相変わらずのメンタルの強さを見せていました。 ただ今回は自身のパフォーマンスが振るわないために受けたホームのファンからのブーイング。これについては少し違った受け止め方をしているようで、ブーイングを受けた現地9日の試合後には、もし自分がスタンドにいて、もらっている金額を鑑みて、こんなプレーをされたら、自分だってブーイングするだろう。間違いなく、ブーイングは許容できるものだ。ゲームの一部だし、スポーツの一部だ。ファンは選手に結果を求めるし、 チームにはフィールドでハードワークして試合に勝つことを求める。だから、ひどいプレーをしていれば、そりゃブーイングが浴びせられることになる。と、基本6年2億ドル、チームオプションで最大10年にもなる自身の大型契約を自ら持ち出し、その上での現在の自分のパフォーマンスであれば、ブーイングされて叱るべきだとしました。このコメントは、かつてのデレクジーターを彷彿とさせます。 2004年4月23日、ホームでのレッドソックス戦、0対7とリードされた6回、先頭打者として三振を喫したヤンキースのデレクジーターは、ホーム、ヤンキースのファンからブーイングを浴びせられます。結局、この日のジーターは4打数ノーヒット、開幕からの打率も1割9分4厘とし、チームも11対2で大敗しますが、その試合後、ブーイングをしたファンを攻めることはできない。今夜の試合であれば、我々だって自分たち自身にブーイングをしただろう。 今夜の自分たちよりひどいものはない。その責任のあるリストのトップに自分を乗せておいてくれと語っています。言い訳はしない。責任は自分にあるとする、ある意味潔いジーター、コレア、両者のコメント。ただ、今シーズンのコレアは数字は上がっていませんが、スタッドキャストのデータを見ると、ハードヒットパーセンテージ、バレルパーセンテージは悪くなく、ボールは捉えられている印象です。 打球が野手の正面をついていることも考えられますが、いずれにしても、ブーイングを黙らせるために、数字での、そしてチームを勝利に導く、目に見える結果が欲しいところです。迎えた翌日、現地10日のシリーズ第2戦では、あわやホームランという当たりのタイムリーツーベース、1安打1打点、その後の走塁では、タティス・ジュニアによるライトからの圧巻の100マイル送球で刺されますが、 それでもチームは4対3で勝利。ただ、これらの打率は1割8分9厘まで下がり、さらにこの時点でのツインズのチーム打率も2割2分、MLB30 球団で最下位となります。そんな中での現地11日、パドレスとのシリーズ最終戦。この日もダルビッシュ相手に2三振で、若干ブーイングが響きましたが、迎えた7回、得点は3対3。ツーアウトランナー1塁3塁の場面では、 レフト3へ2点タイムリーツー,ベースこれぞクラッチこれや、ここ一番で見事に結果を出して、ブーイングを完成に変えてみせました。そしてツインズはこの2点差を守りきり、5対3で勝利、アメリカンリーグ中地区首位をキープ。試合後、決勝の一打は、よりスペシャルに気持ちがいいものだとし、バッティングケージでは同じルーティーンを続けてきたし、打席での感覚もずっと良かった。 だから、これを続けていくだけだと語ったこれや、ここから調子を上げて、昨年同様、チームを引っ張っていくことができるでしょうか現地9日に行われたニューヨーク・メッツ対シンシナティ・レッツの一戦、メッツはこの日先発予定だったマックス・シャザーが首の痛みで当板回避、代わりに当板したデビッド・ピーダーソンが4回途中4失点で降板し、マウンドには2番手のスティーブン・ノ補セグ 4対1とリードしているレッズの攻撃はワンアウトで今シーズンパドレスから加入した2013年の新人王現在32歳のウィル・マイヤーズピッチャーへの内野安打で出塁続くバッターケビン・ニューマンは3球目を打って打球はショートへ林道はランナーと交錯ボールがこぼれますただ林道はランナーのマイヤーズがボールを叩いたと守備妨害をアピールスローで見ると確かにボールをグラブを叩いているように見えます ただ、林道はもうマイヤーズの走塁進路上にいます。この点、ルールでは、バッターが打ったボール、打球に対しては、守備の選手にその打球をキャッチするため、送球をするためのスペースを取る権利があるとされています。ランナーはこれを妨害することができません。もし妨害すれば、守備妨害となります。それ以外、打球を追う以外の場面で、守備の選手がランナーの走路を妨害した場合には、走塁妨害となります。 今回はリンドアが打球に向かってラッシュしているところにそのスペースにマイヤーズが入ってきたという形になりますので守備妨害になるはずだと思われますさらに別角度から見るとマイヤーズボールを見てますそしてはたきます状況は違いますが2004年の ALCS での A ロッドを彷彿とさせるはたきっぷりですただ判定はセーフ メッツベンチはビデオルームに確認しているようですがこのプレーはビデオ判定の対象ではありません審判団は協議しますがそれでも判定は覆らずセーフこれにはもちろん納得のいかないショー・ウォルター監督ですがレッズ・ベル監督の見つめる前でメッツ監督就任後初退場いやお前ら4人もいて誰もルール分かってるんだもんダメだよもう今日終わりやめよメンタム8個あっても分かんねえんだからいや最後までやりましょうやんないよもう閉めるといいか 行くぞと。と怒る俺を心配しているであろう林道和はこの日5打数で2安打。打率を2割2分4厘としています。と。合ってますね。ご覧いただきましてありがとうございました。じゃんけんなし。